と、あ、お茶持って急忘れましたね。吉田宇都宮さん、ダニチュさんも来た。ありがとうございます。アベビデオ企画さん。アベビデオ企画さんってだって今一緒にいませんでした私。あれ、ゆずさん、ありがとうございます。こんばんは。はい。ラングさん、ありがとうございます。いらしてくださってありがとうございます。はい。今日は、配信ライブをするというにもかかわらず、本当今しがた帰ってきまして、で、おかゆさん炊いたんですけど、今、ティロリ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 つって炊き上がりましたつっておっしゃってました。はい。吉尾さん、おひは吉尾さん。どうも、よっさんです。あ、よっさん、ありがとうございます。はい、ダニチさんもこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。飲み物作ったのに持ってくるの忘れちゃった。それだけ取ってきていいですか？ありがとうございます。よいしょ。いや、今日は本当にね、冷えましたね。比較的全国的には暖かかったんですけど、はい、ちょっとね、皆さん今わーっと来てくれてありがとうございます。あと2名だけに読み上げたらちょっとシェアしちゃいます。重弘さん、新山さん、ありがとうございます。広海さん、ありがとうございます。栃木弘さん、ありがとうございます。3人読み上げたったわ。ちょっと先にさ、シェアだけさせてくださいね。お家帰ってきてさ、まだ間もないので、ジャンパー着ててすんません。これどうやったら、あれ、それインスタってツイッターにシェアできないんでしたっけ？忘れました。よし、やり方をよく忘れてしまったので、やっていきましょう。今日は新しくできたスタジオからお送りしています。やったー。はい、もうがっつりちゃんとした防音ですよ。ちょっとほこりが気になりました。がっつりちゃんとした防音なんで、防音のお部屋なのでね、ちゃんと換気扇みたいなのもついていて、通気口かもついていますし、で、これ吸音のパネル、吸音材なんですけど、これも、見た目全然わかんないんですけど、持つとわかるんだな？いや、わかんないな。ものによってですね、何ヘルツがどのぐらい落とせるかみたいなのが、違うらしいんですよ。なので、ちょっとまだ私はあんまり気になってないんであれなんですけど、隅っこの方とか特に後ろガラスになってるんじゃないですか。このあたりがまだ音の反響がするのが気になるようだったら、こっちの方に少しつけたりとか、そういうのができるそうです。はい、なんでね、うちのニュースタジオでございます。これね、いつも配信動画撮ってる場所のお隣のスタジオなので、もう本当見えますかね。ちょっと机が汚いの恥ずかしい。はい、ちょっとご案内しましょう。冒険だ、一緒に冒険しようぜ。はい、こちらがですね、いつも録音している場所で、ここにもうすでに、で、ね、この照明をゲットしたんですよ。あんまり暗いと良くないかなと思って、で、このタイプの照明を持ってらっしゃる配信者の人がすごく多いなと思って購入したんですけど、この間撮った時はこの明かりが強すぎて、なんか私終始テカってる人みたいになって、光の魔術師にはなかなかなれない。一応ありますけど、多分もう使いません。この子は本当に苦手です。
苦手です光を操るのは本当に苦手ですね。はい、ここにありまして、こんな感じでピアノはアップライトのピアノはここにあります。最近配信はキーボードつないでて、このキーボード柔らかいんですよ。このタッチがね、なんかミスタッチとかすごいあってあんまり好きじゃないんですが、手軽なので今一旦これにしてます。そのうちちゃんとしたリアルタッチのキーボードはあるはあるので、それセットしようかなと思います。で、まあこんな感じで、その隣にあのスタジオがあるわけなんですけど、その奥があの寝室になってて、もともと寝室だったところにスタジオ入れました。でその寝室が狭くなったということで、寝室にずっとおりましたうちのヌーピーたちが、ヌーピーヌーピーヌーピーです。はい、かわいい、ワンちゃんかわいいのね。ほんとね、見たくれかわいいでしょヌーピー。ほらワンちゃん、黒いワンちゃんかわいい。これヌーピーのこと、ヌーピーをワンちゃんと思っている私です。はい、まあこんな感じでいつも録音している場所はここ、そして新しくできた私のスタジオがこっち。よいしょ、ここにいること多いですね本当に。集中しちゃいますよね。なんか自分の中の決め事で、このスタジオ作ったら仕事するって決めてたので仕事頑張ってます。はい、と言いつつ録音の仕事よりも今ここ最近しばらくは映像の仕事が多かったかな。で今日もさっき多分見てくれた阿部ビデオの阿部さんと一緒にロケしてたんですけど、地元のねなんかこうドキュメンタリーみたいなのを撮ってるんですけど、いいですよドキュメンタリーは、いつかドキュメンタリー映画祭出したいなって思ってます。作品を今は日々そのドキュメンタリー映画祭に出せるっていうか、その1年ぐらいやっぱり追いたいので、そういう取材対象者さんを探している、そんなわけでございます。はい、ということでお茶も取ってきたし、スタジオもご紹介できたので今日はこの辺でって終わりませんよ。はい、ありがとうございます。かつきさんありがとう、見てくれて。テリブボナルロンさんありがとうございます。そばたかさんも見てくれてありがとう。ひろのりさんありがとう。まこついとう、まこと、まこととうさんありがとう。まいまいまゆはるさんありがとう。吉田鉄バムさんありがとう。あ、よりさんだ、ありがとうございます。よしおさんありがとう。あれ、よしおさんまた買ってきたかな、ありがとう。あんずずんずんさんありがとう。ゆりさんこんばんは。はい、こんばんはです。ファンタジスタありがとう。一応頑張ってっからね。KRK バイカーズさんありがとう。ひさとさんありがとう。これありがとう言ってたらもう終わってしまうよ。よし、じゃあ飛ばそう。よし、とりあえず皆さん見てくれてありがとうございます。コメントなるべく拾っていきます。寝室にスタジオにしたんじゃ、寝るところはもう寝ないはい、よしおさん寝なきゃいいんですよ、寝なきゃ。ええ、あ、今日ねこれでスタバ行ったら、ね、スタバの姉さんに私その配色好きですって言われました。いえ、よく見たらスタバカラーではずと思った。スタバもなんか水色っぽい感じとグリーンと白とみたいな、ね、感じですよね。はず、スタバ超好きな人みたいになってはず、これはず。ということで、佐藤ひろ子です。改めましてどうぞよろしくお願いします。はい、やっと帰ってきてお粥が炊けたから、後でそれは食べるとして
少し歌ってきますか。せっかくなんでね。いで、あいで、あいでで。チューニングするところからよ。今日は本当は iPad から配信してみたかったんですけど、なんかね、繋がらなかった。ライブをするっていう項目が iPad になんか見つからなく、 iPad から見つからなくて、なんとっつって、もういいや、いいやってなってしまいましたね。結構ね、早いんですよ、切り替えが早いんですよ。そう、あのね、長いこと同じこと考えられなくて飽きっぽいんだよね。よく言えばポジティブポジティブじゃない、よく言っても悪く言ってもどっちにしても飽き性ですね。うんです。ちょっと待って、なんかすごいテンポばっかり調べようとしちゃう私が。あとチューナーボタン、チューナー、チューナー。なんかちょっとこのアプリのが最近調子悪いよね。あった、よし。いやー、ロケ終わっちゃったよこれ。まだフォローされてない方はぜひフォローしてください。あとシェアとかしてくれたらすごい嬉しいです。私がこれをシェアするやり方がわからないので、なんかなんだ、なんか変なボタンポチってプラスになってる。他の人が参加した時にこの人のライブ動画を視聴できる人はこの動画も視聴できます。よくわかんないけどしますしょう。はい。スタバの手話ありますよね。え、嘘、スタバの手話って何？わかんないかも。あ、耳聞こえない子今日見てる？手話してとかだったら通訳してとか教えてください。なるべく手話使います。出た、かわいすぎです。かわいいただきました。アプリ使ってます。アプリ使ってます。ありがとう。みぶの皮膚屋でひろこさんのこと知りました。あ、まず、あ、まずだって。なまりすぎちゃって。なまりすぎちゃって、まずだってちょっと。マジ？そう、マジ？ひろこさんの稼ぎが伺えますね。稼いでないから。どんだけ私がこのスタジオを作るために、頑張って貯めてたか。頑張ってたか。めっちゃ頑張ってました。はい。そうですよ、稼ぎじゃないんですよ。うん、よし、動画を拝見しました。口笛もすっごい上手だった、うまかった。あんまりね、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックともにフォロー済みです。ありがとうございます。渡辺プリーズさん、ありがとう。西山さん、ありがとう、来てくれて。私の周り、私の知り合いが佐藤さんと中学、過去高校の同級生なんですって。誰だろう。私も今年、あ、去年か、去年、同級生が同業者でいたっていうことが分かって、同業者っていうのは、歌い手さんではなくて、まあ、なんか制作系のね、なんかこうあんまり自分の同級生がクリエイティブなことしてる人って私いないなって本当常々つくづく思っていたんですよ。だから出会うことがなくて、そう、商売もあんまりやってる人がいないんだよね、周りに。でも本当一人だけデザインの仕事してる人がいました。うん、暑すぎて飲めん。では
3ピースして両手で3ピースして髪の毛を表現します。あれ、スタバのマークってどうなんだっけ。こういうことか。これでスタバ。ありがとう。よし、では、春っぽい歌を歌います。チューニングキモくない？ですか？淡き光立つに若め、愛しい面影の沈丁下、溢る涙のつぼみから一つ一つ香り始める。それはそれは空を越えて、やがてやがて迎えに来る春よ、遠き春よ。まぶた閉じればそこに愛を、苦しい君の懐かしき声がする。君に預けしわが心は、今でも返事を待っています。どれほど月日が流れても、ずっとずっと待っています。それはそれは明日を超えて、いつかいつかきっと届く春よ、まだ見ぬ春。迷い立ち止まるとき、夢をくれし君の眼差しが肩を抱く。ありがとうございます。松任谷由実さんのナンバーで春よ来いでした。ありがとうございます。はい、ちょっとチューニングが甘くてすごい嫌だごめんね。今日は本当に突然のライブに来てくれてありがとうございます。ものかさん見に来てくれてありがとう。ゆたかさん見に来てくれてありがとう。これヨシさんじゃん。ヨシ、おお、久しぶりです。なかなか、あ、そうだよ、私今思った、ヨシさんまだ見てるんだったらさ、これあの、もう全然私なんだっけ、あの喋るやつ、ショールームじゃなくてさ、あのクラブハウスマジでやめてしまって、アプリ消しちゃったんですよ。なんでインストライブ一緒にやればいいじゃんね、よしさん。渡辺さん、春よくはユーミンの名曲ですね、ありがとう。
モノカさん、巻き舌できますか？ラリ、デレキルヨロ、ラリルレロ限定だよね。巻き舌がこれなのか、これはタングドリル、タングドリルっていう、やつですね。はい。いい歌ですね、ダニチュさん。そうね、本当そう。ありがとうございます。大阪方面のフリーライブにもお越しいただきたいです。あ、行きます。行かせてください。みえこさん、こんばんは。熊本から見てます。とって嬉しい。ありがとうございます。熊本にも、歌を聴いてくださってる方がいるんですね。すごい、それが嬉しいです。全国に歌届け、羽ばたけって感じ。巻き舌できるようになりたいんですよねって、ものかさん。なるほど。巻き舌は、ベロの筋、できない方は、ベロの筋力がちょっと衰えてるので、よくある言えてない。滑舌、あ、違う、滑舌のトレーニングと併用すると、結構、タングトリルだっけ？私今、どうするでしょうと。巻き舌がで、やりやすくなりますよ。で、やり方としては、ラリルレロがいいから、ラで、ラリルレロのラで、ラ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 って一回ベロをやるところの、ラって口を開けたベロ下に落として、あーって今、母音が投げ続けられて、ダーってなっちゃうんだけども、ここの、空気がベロを下に落とさずに、ここにベロをつけた状態のまま、ベロを下げないイメージで、つけ続けるぞ。おわしのベロ先は、上の歯の裏につけっぱなしにしとくぞというようなイメージで、ブルッ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 って短く切るとこのタングトリルできないので、長い息を当て続ける感じ。ブルッ、結構息使うので、しっかりと腹式呼吸で使って、ブルッ、息吸って吐いて、息吸って、ブルッってやると、トゥル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 、まずはこの息の強さでベロを震わせるっていうのがやってみるといいかもしれない。伝わってにくいか、下手でね、伝えのね、ごめんね。トゥル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 ラララララで、ラリルレロのラは母音がアになるときにラって、この子音の R のラっていう R に母音を足して、 A の母音を足すと、ラ、ラ、アになるんだけど、この子音を、子音だけをこう出し続けるイメージ。なんだな。やってみてね。頑張ってやってみてちょうだいね。よっしゃ。今日は、30分30分でインスタライブと TikTok ライブをやってみようかなと思います。なので、あと1曲くらい歌ったら、インスタライブはバイバイ禁しますから。で、インスタライブバイバイ禁した後は、TikTok ライブの方に移ってみたいなと思いますので、ぜひ、お付き合いくださいね。たまには自分の歌を歌おうね。ラとルしかできません。あ、できるんだ。あずあず、あず、あずずんさん。あずずんずんさん。できるのね。あれ？巻き舌。あ、そっか、巻き舌ができるようになりたいのは、ものかさんか。あずずんずんさんは、やば、このあずずんずんっていいな。音がいいな。ずんずんさん、いいね。ラとル、ラ、リ、リか、ルルルル、あ、難しい。ルルルルルル、あ、できないかも。リだからか。リイイ、ル。そう、そっか、そっか。ラリル、ルル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 ル
で めっちゃ唾飛ぶんですけど めっちゃこぐし、おつゆが おつゆが はい、花粉と風で声が出ません。セラピスタさん。あらららら。花粉ね。風ね。私もちょっと実はね、今日配信できるかなって悩んだぐらいね、ちょっと体調が実は昨日から良くなくて、昨日雨に結構打たれてしまったのが原因かな。ちょっとそう、熱っぽかったんですよ、今日一日。今日は、そうね。まあでも仕方ないよ。ちょっとなんか歌ってみようかな。この季節、喉をやられてしまう歌を。暖かくなると花粉があっちこっちに飛んでしまう。だから花粉症の人は辛そうだし、花粉症じゃない人も辛そうです。喉とかに花粉がへばりついて、花粉以外も喉にへばりついて、この季節喉をやられてしまいます。春って結構つらい季節だけど、世の中は春が来るとなんだか明るい気分になって嬉しいよね。桜も咲くし、いろんな食べ物も出てくるし、根菜以外もやっぱ美味しいよね。いや、別に根菜は結構好きなんだけど。ありがとうございます。即興で突然歌い始めた佐藤ひろ子でした。春になると、花粉やその他もろもろが飛んで喉がつらいよね。だけど季節的には実は春ってめっちゃつらいけど、なんかみんなすぐ浮かれるよね。それはきっと食べ物が、葉物がいっぱい出てきて、美味しい食べ物いっぱい出てくるからだよね、っていう歌でした。ありがとうございました。というところで、ちょうど30分になりました。お後がよろしいようで。はい。私今日何の曲アップしたかもうちょっと忘れちゃったぐらい、毎日、動画をアップして、させていただいてます。ご覧いただいて、コメントとかをね、毎日くれる方、本当にありがとうございます。いや、本当に思うのは、私はね、勝手に歌って、勝手にアップしてるんで、やめたって思えば、いつだってやめられることなんですよ。で、それをやめるかやめないかっていうのを自分の自分自身対話をして、やるぞってやってることで、それを、なんだろうな、歌い続けるのももしかすると大変かもしれないけど、応援し続けることって実はものすごく大変なことなんじゃないのかなって私は思うので、毎日欠かさずコメントをくれる方、同じ動画をインスタと TikTok とあと YouTube の方と全部にアップしていって、YouTube はショート動画は1分で、フルサイズとか、まあその他の NG シーンとかも含めて結構盛りだくさんの YouTube の本編の方で両方上げてるから、結局全部に毎日投稿できてるわけなんですけど、そこにも含めて、コメントいただいている方がいらして、本当にね、ありがたいなと思います。応援する人の方が絶対私は大変だと思うんですよ。いつも路上とかで歌ってても、聞いてる人の方が辛いでしょって思うんですよ。なので、いつも応援してくれて本当にありがとうございます。それが
励みになって頑張れておりますので、引き続きよろしくお願いします。最後に告知です。4月か。4月の12日、12、13、14、15、16。ちょっと長い期間なんですけど、北陸の方に歌いに行きます。スケジュール私入れたんですよ、それ。あれ？でも、かけてないな。泊まる場所 泊まる場所は石川県にずっといて、金沢にずっといるんですけど、金沢に滞在することしかかけてないけど、15と13かな？ 13 と15が、一応、北陸に行ってます。石川県とか富山県とかで歌ってます。なので、お近くの方はぜひ会いに来てください。また、間の日は、ちょっとこう、せっかくなので、向こうのミュージシャンと一緒にコラボの動画撮ってきたりとか、あと、インスタのライブって言うと変だね。インスタライブも、その時はやろうかって話してるので、14日は一応今のところ、配信やります。インスタライブとかで。13、金沢かな。14、配信。15日、富山って感じです。ぜひね、ご覧いただきつつ、応援してください。はい、私は視聴して日が浅いです。いいんですよ。そんなね、ちょっとずつしてくれたら嬉しいです。春の歌最高でした。ありがとう。はい、ありがとうございます。それではまた、この後ちょっとだけ TikTok ライブ行っていきたいと思いますので、よかったら遊びに来てね。それではまた会いましょう。バイバイキーン。ペイ。